皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、大変お待たせいたしました、成人式メイクをやっていきたいと思います。何年間でしょうか、まあ、2年間ぐらいお待たせしてしまったんですけれども、私自身3年前に成人式をしまして、まあ、その時は私も実際に練習をしたかったので、練習がてら動画にしようかなと思って成人式メイクっていうのをあげたんですけど、それが結構好評で、毎年毎年ね、その成人式メイクやってくださいっていうお声をいただいてたんですけど、すごいタイミングをずっと逃していまして、なかなかできなくて、そうで今年はもうしっかりと振り袖の色もね、みんなにアンケートも取って、その中で多かったカラー、振り袖のカラーをまあ参考に、それだけにしか合わないってわけではないので、参考に今回やっていこうかなっていうふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。でちょっとメイクしながらね、いろいろと話していこうかなと思うので、まず下地これ使います。 MAC の下地。成人式ってそんなにこう長い時間式があるかって言われたらそうではないと思うので、一日中あるわけじゃないじゃないですか、成人式って。なのでメイク直しとかも全然やんなくても平気なのかなと思うんですけど、でも念のため崩れにくい感じでフェイスメイクはしていきたいなと思うので、今日はそんな崩れにくさも重視して、あとメイク直しのしやすさみたいなのも重視してやっていこうかなと思います。この下地はね、密着力がとっても良くて、この下地自体も密着力いいし、この上から重ねるファンデーションの密着も良くなったりするので、これは結構私推しの下地ですね。で、まあ後で紹介するんですけど、今回私パウダーファンデを使いたくて、直しがしやすいように、なので先にコンシーラーをしちゃいます。ナーズのコンシーラー。てか私ここになんかさ、めっちゃでっかいニキビできたんですよ。何これ、これてかもニキビなんですけど、ずっと消えなくて悔しい。スキンケア頑張ってるんだけど、最近はね、なんかシカのパックを毎日使ってます。シカやっぱりいいですね。なんかシカクリームとかはあんまり私効果わかんなかったんですけど、シカの美容液とかパックとかは結構効果を感じてます。私が今使ってるのがなんか40枚入りのやつで、結構値段も安くて40枚入りで1400円とかで買えるやつ使ってます。リーズナブルだから毎日使えるっていうか、気兼ねなく使えるのが良くて、 VT のシカのパックもすごい良かったんですけど、あれちょっと高めじゃないですか。だからなんかデイリー使いしたいなっていう方には、今私が使ってる40枚入りのやつ結構おすすめ。このね、ニキビちゃんがなんかマジで存在感でかすぎて消えてくれない。まあでもここは前髪であんまり見えないところなので、まあいいでしょう。ではファンデーションですね。ファンデーションさっきも言ったようにパウダーのファンデ使うんですけど、これです。 MAC のライトフル C のファンデーション。まあ、このファンデーション自体めちゃくちゃコンパクトで超薄いから、まあ、なんかバッグとかにもスポッて入るかなと思ってこれを使っていきます。でパフもついてるので私はもうこのパフでやっちゃいます。これ取ってちょっとこう押さえる感じで私はいつも塗ってるんですけど、これでやっていく。なんかね、私的にやっぱツヤ肌って結構今流行りというか、最近ツヤ肌を作ってる方も見かけると思うんですけど、ツヤ肌ってすごい難しいじゃないですか。私もちょっと難しいなっていう風に感じてて、一歩間違えたらすごいオイリーに見えるし、崩れやすい印象が私的にはちょっとまだあるので、崩れにくいツヤ肌っていうのもあるとは思うんですけど、崩れにくさとかを重視するならやっぱりマットまではいかないけど、セミマットっぽい感じの仕上がりにしてあげた方が私的には良いのかなと思いまして、これで仕上げていきます。でもこのパウダーファンデは結構カバー力あって、このファンデ使ってる時割と肌綺麗だねって褒めてもらえること多いので、これでもまあ私は大丈夫なのかなと思います。フェイスメイクはこんな感じで OK です。次アイシャドウに移るんですけど、やっぱりアイシャドウって結構大事だと思うんですよね。振り袖だからこそできるというか、普段の格好でも全然やれるとは思うんですけど、特別な日だからこそちょっといつもと違うメイクをしたりとかしたいと思うので、やっぱ結構アイシャドウって大事になってくるかなと思うんですけど、振り袖のカラーによってアイシャドウを変えていくのもありなんじゃないかなと思って前アンケートを取りました。でアンケート取った結果、やっぱりね、たくさんの方がいるのですごい分かれたんですね。でもその中でもまあ多かったかなって思うのが、緑とか黒とかゴールド、深めの赤とか青とか、まあ、ネイビー紺色とかホワイトも多かったかな。この中でも特に緑が結構多かったかな。
なのでちょっと今回は緑をベースに考えてやっていければなって思ってます。結構こう見てる限りホワイトはちょっと明るいカラーだけど、パステル系の振袖ってよりは割とこうシックな深めの感じの振袖の方が多いなっていう印象だったので、濃いカラー深いカラーにやりたいなって思うメイクをしていければなって思います。で今回はまあ緑をちょっと1個ピックアップしてやっていこうと思います。じゃあまずベースにこのズーシーのアイシャドウのこのカラーを使います。ほんと当たり障りないというかベースに使いやすい明るいカラーなんですけど、腕にとってアイホールに塗っていきます。まあここら辺はベースを作りたいのでそんなに変わりはしないんですけど、やっぱベースのカラーって結構大事で、その後にのせるアイシャドウの統一感が出たりとか、あとまぶたのムラ色ムラが綺麗になるので、そういう目的でいつも使ってます。で下も今回はちょっと入れていこうかな。今私が振袖でメイクするならっていう感じで考えたので、本当にこれは私の好みになっちゃうんですけど私の今の個人的なブームというかテンション的に結構こうスモーキーなアイメイクっていうのが可愛いなって思ってて、なので同じパレットのこのブラックのカラーを取っていきたいと思います。これで前にスリーピーアイメイクっていうのをあげたと思うんですけど、あんな感じのイメージでちょっとやっていければなって思ってて、なので平筆みたいなのに取って、これでもうアイラインのガイドラインを描いちゃいます。私は跳ね上げ系のアイラインが好きなのでこんな感じでガッツリやって、これをちょっとぼかしていきます。結構太めにぼかしちゃう、こんな感じで。やっぱり私は攻めた感じのメイクが好きだったりするから、なんか振り袖とかってピシッと決めたい派というか、なんかふわっとしたのも可愛いと思うんですけど、私は自分の成人式もそうだったけど、なんかハイポニーとかでピシッといきたいなっていう感じがあるの で結構こう太めにぼかしていく、もう二重幅ぐらいまで全然やっちゃって大丈夫です。でこの境目はちょっと本当にふわっとぼかす感じかな、あんまりここがピシッてしすぎててもダメかなと思うので、うまくグラデーションになるようにぼかしていきます。まあ、シンプルな振袖だったりちょっとこうかっこいいイメージのある振袖とかには合いそうなメイクかなと思います。こんな感じで、そしたらこれをちょっと下まぶたにつなげていきたいので、でも下まぶたもブラックでやるとちょっと強すぎちゃう印象もあるかなと思うので、私はこのブラウンカラーを使っていきます。こんな斜めカットの筆に取って、でちょっとこの目尻の隙間を開ける、ここちょっと開けて塗っていく感じ、ここの抜け感が結構大事になってきたりするので、囲っても可愛いんですけど目を大きく見せたいとかっていう方は少し抜け感を作ってあげるといいんじゃないかなと。もうちょっと濃くてもいいかな、ちょっとだけブラック取ってます。本当にちょっとだけ取ってふわっと重ねてみる。あ、このぐらいでいいか。うんうん、いい感じ。やっぱり取りすぎた取りすぎた。はい、そしたらもう結構ベースのアイシャドウはこんな感じで結構シンプルで完成です。もう完成ではないですけど、まだこんな感じでベースはこれで OK で、でこっからちょっとカラーの振り袖の方とかにおすすめしたいアイシャドウの入れ方っていうのがあるので、それをやっていきたいなと思うんですけど、今回はね緑をちょっと取り上げてやっていきたいなと思ってるので、こちらのカラーを使います。これはね MAC の What's the Wi-Fi っていうカラーなんですけど、スモールアイシャドウね、あんまりこういったカラーとかって普段使わないかなっていう風に思うので、なんかこういった一個売りのものとかで買うのもいいんじゃないかなと思います。私はもう今回このね明るいグリーンカラー使うんですけど、深い感じの振袖の方が多いなっていう印象があったんですが、深いからこそこういうちょっと同じ系統の色でちょっと明るい感じのカラーを使えるなって思うので、なんかそれぞれその振袖のカラーとか、例えばネイビーだったらちょっと青っぽい水色っぽい感じの色とか、ボルドー系の方だったらちょっと赤みのあるカラーアイシャドウとか、紫だったらパステルの紫とか、なんかそういうのがね可愛いと思うので、そこは結構振り袖が濃いカラーだからこそできるメイクかなって思うので、せっかくだったらこういう明るい感じのカラーも使えればなと思って使っていきます。あ、ちょっと待った、その前にごめんなさい、さっきと同じこのブラウンカラーを取って目頭の方を入れていきます。真ん中ちょっと開けといて、この目頭の方を締める感じで入れていきます。目力が強くなるんですよね。
重の線もくっきり見えて、あ、でもこれのメイクは割と一重の方でも私的にはできそうな気がしてます。で、そしたらこっちのカラーを取っていきます。これを筆に取れまして、この今ちょっと開けてる真ん中のところ、ここにね入れていきます。この上のところですね、さーっと。で、この幅はあんまり太くなくていいかな。で、ここも結構適当なんですけど、こんな感じで。かわいい。このマックのアイシャドウは結構発色良かったりするんですけど、こういう明るめのカラーとかってあんまり発色しないな、してくれないなっていうやつもあると思うので、まあ、そういうのを使う場合はアイシャドウベースとかを塗っておくと密着力が良くなって発色も高くなったりするので、そういうのを使ってもいいかなと思います。こんな感じで見せれましたね。そうしましたら、ちょっとまだのせたいところがありまして、下まぶたの目頭のところ、ここにものせちゃいます。こういうカラーメイクはがっつりやっていても可愛いので上下に置いていっちゃいますね。なんかもうこの時点で結構すでにいつもとは違うというかメイクかなと思うので、特別感はやっぱりしやすいと思います。こんな感じ、可愛い。そしたらアイラインを引いていくんですけれども、こちらの濃いブラウンのアイライナー、ペンシルのアイライナーなんですけど、これを使っていきます。で、まあ、目尻の方はアイラインっぽく引いてあるので、これをちょっとなぞるようなイメージで、念のためね、アイラインでも描いていきます。ここはまあそんなに新しく引くっていうよりはガイドラインに沿ってなぞる感じのイメージで、やっぱりパウダーだけで完成させるとヨレが気になっちゃうので、一応ねここも引いておきます。で、次大事なのがこの目頭のところですね。目頭のここにも入れます。やっぱりくっきりさせたいので、この下まぶたのところですね、この目頭、下まぶたの目頭のところも引いていく。やっぱりちょっとこういう明るいカラーってまぶたが腫れぼったく見えちゃったりとか、私的には引き締めたいなっていう気持ちがあるのでここにも引いていきます。はい、こんな感じです。アイラインをビューラーしてマスカラしていきます。まつげはやっぱボリューム欲しいので、ボリュームタイプのマスカラ下地も塗っていきます。まあ、なんかつけまとかまつげくしてもっとまつげバッチリさせたいっていうのもありだと思います。私はちょっと今回もマスカラで頑張っていきますよ。私もね、成人式当日はまつげくだったかなで行きましたね。で、マスカラしていきます。これも結構ボリュームがしっかりと出るタイプですね。長さが出るタイプのマスカラでもいいと思うんですが、今日はボリュームタイプでいっちゃいます。はい、ということで今こんな感じです。結構可愛くないですか、このメイク。なんかカラー使っているんですけど、ちゃんと締めているので、このブラックのアイシャドウとかで、なのでそんなにこうボワッとしないというか、いい感じでカラーメイクができると思います。では眉毛描いていきますね。まあ、眉毛は自分の髪の毛のカラーに合わせて描けばいいと思うんですけど、あと形も、まあ、そんなにこの形が絶対いいっていうのは特にないかなと思うので、まあ、でも結構アイメイク自体がちょっとこう吸った感じというかかっこいい感じなので、眉毛も割とこう角をしっかり作ってあげるとかっていう方がメイクのバランス的にはいいのかなと。いいな、私も成人式もう一回やりたいな。みんなも成人式の振り袖とか見るのもすごい楽しかったし、久しぶりに会える子とかも見ていろんな話したりとか、すごい楽しかった記憶ある。久しぶりに会う先生がいたりとか、今年って普通に成人式できるのかな。で、私は眉毛あんまり濃いのは似合わないので、ちょっと眉マスカラでトーンアップさせて、こんな感じですね。あとは、まあ、シェーディングとかやっていく感じですかね。シェーディングとかは本当いつも通りでいいかな。ちょっといつもよりも濃いくらいでも可愛いと思うんですけど、私はいつも結構この三角ゾーンを濃いめに入れて、そっからこのクリースのところまでこうやってすって持っていきます。本当にもう骨格をなぞる感じで、骨をなぞる感じでこっちまで持っていきます。で、この鼻のすぐね、ノーズシャドウは本当にすごいですからね、力が。私はフェイスラインとかも結構骨もでしい感じが好きだったりするので、ちょっとこうこけさせるようなイメージでこっちまでシェーディング流していっちゃいます。
最近結構このやり方でやってる。自分がこう丸顔っていうのもあるんですけど、多分もともとこう顔の輪郭とかもシャープでスッキリしてる方はあんまりやっちゃうとあれかなと思うので、ほどほどにやるのがいいと思うんですが、私は丸いのであえてここにも入れちゃう。そしたらチークはこちら使っていきます。このカラーは割とどんなカラーメイクにも合う気がするので、すごいヌーディーなカラーなんだけど、でもちょっと頬も色づけてくれてとても可愛い。ちょっと鼻のてっぺんにも入れておきます。ハイライトも入れていきます。このねハイライト、ランコムのクリスマスコフレなんですけど、すごいいい、めっちゃ綺麗なんですよ輝き方が。したらリップですね。リップはぶっちゃけ本当自分の好きなカラーでいいと思います。これにヌーディーなカラー持ってきても絶対可愛いし、大人っぽくて、ちょっと濃いめのカラーとか持ってきてモードな感じにしても可愛いし、パキッとしたカラーでもねあったりすると思うんですけど、チューの、これちょっとまだ販売されてないかな、チュー江村さんからギフトでいただいたんですけど、確か1月1日発売だったかなのリップで、このリップ結構良くてこんな感じなんですけど、すごい塗りやすいし、しっかり色もついてくれて、チューのリップって本当発色がいいからすごい好きなんですけど、これを私はがっつり塗っていっちゃいます。結構ねダークめな色なんですよね。こんな感じの色、めっちゃ可愛くないこの色。 BR794 番、私自分の成人式もリップは結構濃いめでいった気がする。可愛いんですよねこういうカラーって。このリップは結構ねマスク写りもしにくいなって私は思いました。こんだけ濃いけど、全くしないわけではないんですけど、もちろんめっちゃ気になるってわけではなかったので、密着力も良くて、うん、可愛い、いいお色です。メイクこれで完成かと思いきやなんですけど、まあ、これで完成でももちろんいいんですけれども、今もし私が成人式をして振袖を着るなら絶対にやるっていうメイクというか、ここの上からもアクセサリーがありまして、それがねじゃじゃーん、こちらストーンですね。グリッターストーン。グリッター自体がすごく流行ってて、こうキラキラが結構流行ってるんですよ海外でも。日本でも最近こう割とねマットなアイシャドウを使ってる方もいますけど、キラキラなアイシャドウを使ってる方も多くないですか。私がもし今年成人式を迎えて振袖着るなら絶対このストーンをつけるなと思ったので、今日はねやっていきたいんですけど、まあ、特別感もあるしね。つける位置がこの目頭と目尻に2個ずつつけていこうと思います。まあ、これは本当お好みなので全然なくても大丈夫なんですが、つけたら、まあ、よりねこう目立つし可愛いんじゃないかなと思います。せっかく成人式だしね。で、まあ、なんか二次会とか、ね、あんまりこうお直しする時間ないと思うんですけど、二次会とかの時にストーンはピッて外せるので簡単に、まあ、ストーンだけこう外していってもいいんじゃないかなと思います。そのままつけてもねもちろん可愛いと思うんですけど、ちょっとこう着替えた時にメイクが浮いちゃうのが気になるっていう方はこのストーンだけ取っちゃえば全然問題ないと思うので、まず目尻につけようか。目尻はキワキワでも可愛いんだけど、ちょっと離してつけた、あ、なんかのりついちゃった。ちょっと離してつけた方が目が大きく見える気がするので、ちょっと離したところにこのラインの下にね、ストーンってキラッともして目立つし抜け感も作れたりするんですよね、こう明るいから。だから特にこう、ね、アンケートでも多かったけど濃いカラーの振り袖の方とかにもぴったりじゃないですかね。私も振り袖結構濃いめで、なんかねブルーパープルみたいな、ちょっと紫がかったブルーっぽい感じの色だったんですけど、その振り袖にハイポニーしてみたいな感じでねやったんですけど、結構毎年毎年参考にしましたとか、私の振り袖のやつ見てからも絶対ハイポニーにするって決めてましたとか言ってくれる方多くて、実際写真も送ってくれたりとかして嬉しいと思って。可愛いですよねハイポニー、振り袖だからこそ似合うと思う。すごく目頭にも乗せたいんですけど、目頭はこの辺かな、こんな感じ？かわいい！いいなぁ。私もちょっとこのメイクでもう一回やりたいぐらい。いいなぁとか言って。どうですか？かわいくない？めっちゃこのメイク。ちょっと引いてみますか。こんな感じ。なんかそんないっぱいつけるわけじゃなくて、ちょっとこう控えめな感じがまたかわいいんじゃないですかね。いいなぁ。この、絶対かわいいですよ、このメイク。やってくださいね、皆さん。熱っ。熱っ、すごいみたいな。なんかどっか一部だけでも参考になったら嬉しいな。超かわいいな。
私ほんとなんかメイクとかをこう自分で鏡見て確認するときなんかわかんないけど笑っちゃうんですよね、こうやって笑顔で確認しちゃう。まあめっちゃ可愛いメイクできたかも。目尻だけとかでも可愛いですね、多分。もうちょっと控えめにやりたいわって方、目尻だけでも可愛いと思います。なんか目尻にこう3つちゃんちゃんちゃんとかでも可愛いと思うし、ほんともうトーンのつけ方は無限にあると思うので、自分の好きな感じでいいと思います。ここだ、ね、いった、よっしゃー、できたー、完成。可愛い、いい感じじゃないですか。こんな感じでメイク完成いたしました。じゃあちょっと髪の毛やっていきます。はい、ということでこんな感じでメイク改めて完成いたしました。どうでしょうか。こちらのメイクめちゃくちゃ可愛くないですか。私結構このメイクタイプ、いい感じにできたのではないでしょうか。私も今から出かけるんですけど、このメイクでしようかなって思ってますアイシャドウとかそのままもちろん行くんですけど、このストーン、これをまあつけていっちゃおうかなって思ってるぐらい可愛い。本当に可愛くないですか。めっちゃいい感じ。絶対このメイクしてほしい。絶対被らないし、超可愛いし、おしゃれだし、もうぜひ皆さんこの動画を見つけた方はぜひやってくださいでレベルで本当に可愛いメイクができたので、まあ成人式だけじゃなくても、なんかその他にこういったちょっとイベントっぽいメイクしたいとか、ちょっと変わったメイクしたいっていう方はぜひやってみてください。超可愛いので、クリスマスとかにもいいのかな、このメイク。パーティーとかなら良さそうですね。ちょっとこうレストラン行くとかだとちょっと攻めすぎかもしれないので、コンサートとかね。そうだ、コンサートメイクも使えそうですね、これ。なんか推しのカラーにしてみたいな、絶対いける、可愛いと思います。はい、ということで今回はこんな感じでちょっと2年ぶりかな、成人式メイクをやってみました。とってもおすすめのメイクができましたので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。